おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。今日はささみの照りマヨ弁当にしました。毎日ね、思いつかないからね、ちょっと照りマヨでこってりとしてみました。で、これはこの前筋取りをしてたささみです。これをね、包丁の背でトン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 って軽く叩いていきます。あんまりね、強く叩いたらちょん切れるから軽く叩きます。で、これあれこれあれどれ片栗粉をシャッシャッシャーっと振りかけて全体にまぶします。で、ウインナーに切り込みを入れます。で、照りマヨのタレです。分量は左に出てるこれです。これがね、分量です。で、こうザッザッザーって混ぜ合わせます。で、だし巻き卵です。だし巻き卵の分量も左に出るこれです。で、このセリアのちょい混ぜマドラーでシャッ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 って混ぜて、だし巻きから巻いていきます。まあね、今日は昨日にも増して蒸し暑い。お弁当を作るだけで汗だくです。まあ、私がね、多分体感温度が高いっていうのもあるんだろうけど、まあ蒸し暑い。で、夫がね、朝からクーラーつけてたけどね、暑かった。ウインナーを焼いていきます。焦がさないようにね、昨日みたいにボケっとしないように気をつけました。で、フライパンにごま油を熱してささみを焼きます。で、合わせ調味料をザバッと入れて蓋をして1分ぐらい蒸し焼きにしたかな。で、このタレをね、煮絡めていきます。よし。で、お弁当詰めます。ワックスペーパーで仕切りをしてアルミホイルをね、引きます。で、メインのおかず、ささみからボンボンと入れて、で、これバランで仕切ってアルミホイルをカップ状にして、かぼちゃ煮をね、詰めます。ここに。で、お弁当にね、煮物を入れるときにはあらかじめね、汁気は切っておきます。で、ここもワックスペーパーで仕切ってだし巻き卵を詰めます。そして、中高年には懐かしい赤ウインナーを詰めて、で、こうなんか余暇風になってなかったからバランスを整えてますね。で、ミニトマト、スナップエンドウを入れて、ごま塩をペッペッペッとかけて
梅干しをちょこんと乗っけて、今日のお弁当の出来上がりです。こんな感じでした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。でインスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは良い一日を。